ミゾンで捕まっちゃってる人、売りたくて売りたくて仕方ないんですよ。ただ高値から2分の1なんですよね。2万円だったものが今9681円で半値じゃないですか。安いんですよね。紫が日経平均のチャートですね。で、あの東が日米切り下げ、この 3% ってラインを下回る段階で日経平均ワークスタートです。だから配当取りぐらいまで上がって、その後下がって、10月末12月ぐらいで一旦上がって、その後下がって、そこから食いしない、皆さんこんばんは。8月の12日夜の10時ですね。ライブやりましょうか。で、日経平均先物がね、嬉しいことに上げてきてるんですよ。654円。まあ、まだね、なんとも言えないんだけども、ただ目先上がってきてくれたことに関しては嬉しいという状況の中で、まあ、中東情勢とかね、マスクあたりがまだね、なんとも言えないからね。で、ビックス指数も今下がって、来てきてはいないんですけども、20.51 っていうところまでね、VIX と MACD のデッドクロス形成が入るか入らないかっていうところまで来てるんですよ。先物上がってきたよ。もうちょっとね、上げてくれんかな。VIX と MACD もデッドクロス形成しそうになってきてるもんね。ここがデッドクロス組んできて、あと14日の CPI 無難に通過っていうことならば、日経平均上がってくる可能性あるし、ドル円も今円安方向、147円の70銭、80銭近辺まで上がってきてますと。一応バンドク終了後の動きなんで、ボリバの中央線25日ラインかな、この前皆さんに話していたラインぐらいまで戻ってきてくれたらなっていうところで、円安株高なんで、今のこのジリ高のところに関してはウェルカムだよね。ただまだね、やっぱりそのお盆だし、海外勢も夏休みだしってところで、まあ、本格的にってなってくると来週からなのかなっていう感じはするんだけどさ。はい、どうなんだ、上がってほしいね。さすがにもうあの暴落は勘弁なんで暴落は勘弁なんで。で、他のところで言うと、日経平均先物がこっちはまだディレイなんで遅れてんだよね。 CFD の方がね、今649円高で 35,674 円なんですよ。今晩ね、上げてきてくれたら嬉しいですけどね。あ、皆さんこんばんは、こんばんは。夏枯れかなって、夏枯れでは海外勢が入ってきてないからね、売ってきてるからね。だからその来週以降海外勢が戻ってきてくれたら嬉しいねっていうところであるよね。オリンピック明け、なんとかしそうってそこあたりはなんともわからないからね。はい、ちょっと原発のところがで火災みたいな感じのニュースとか流れてるけど、ニーチさん、住友ファーマ4506、はい、住友ファーマ、はい、442円で200株持ってます。200株だけか。 MACD が0超えたぐらい位置でゴールデンクロスしてるのでいいかなと考えています。はい、この急落相場の中で上げてるんでね、今1割ぐらい上がってるような状況でしょ。だったら様子見でいいんじゃないんですか。一応フィボナッチラインはこういった形で引きはするけれども、はい、ストキャン RSI の下にライン割っちゃダメね。いや、まあしばらく見とくでいいんじゃないですかね。普通にバンドオークなんで、バンドオーク終了の際を見るです。バンドオーク日柄調整が入って、パラボリックマック D が下落トレンドを形成すると、ボリバーの中央線25日ラインを要は増やすような形で下がってくる可能性があるので、そこ見ながらでいいと思いますよ。この急落に負けてないんでね。はい、いいんじゃないですか。上げてるのがすごいなってね。七節さん、こんばんは。7201日産自動車お願いします。419円で500買いましたいと思っています。アドバイスお願いします。買いましたいと思います。前買ってるってことですか。取得単価は買いましたですね。買いましたいと思っています。あー、なるほどですね。日産ね、フィボナッチとレッドゾーンは前言った通りなんですよ。ここに向かって。だから、361.8% 戻しラインまで下がってから、今、バンドオーク日柄調整っぽいんでしょ。だから、バンドオーク日柄調整、パラボリックマック D が上昇トレンドを形成すると、ボリバーの中央線25日ラインだから、はい、言うてる意味はわかります。で、買い増そうとしてるって、いくら買い増す？まあ、配当利回りも、なんぼでしたっけ、今これ。日産でしょ。日産はやってないんだけどね。7201。PR4.9倍、PBR0.42倍、配当利回り 6.09% なので、長期で持っておくってことだったらいいんじゃないですか。で、最近ね、信用の売りが少し増えてるんですよ。最近の推移を見てみると。ショートが若干入ってるので、買いの方がまだまだ圧倒的にね、6倍多いんだけど、そこを見つつかな。バンドークの終了の際見ながら、まあ 6% なんで買いやすいっちゃ買いやすいですよね。はい。ちょっと他の自動車関連と比べると弱さは目立つんだけどさ。配当利回りってところで選ぼうとしてるのかな。日産はね、ちなみにお客さんに提案一回もしたことないですよね。他の自動車関連とかは提案したりとかしてるんだけど、やっぱし配当がさ、前ひどいことになったじゃないですか。それで大暴落して今戻ってるけれども、ただ PBR が 0.2 倍でしょ。ということなら解散価値圧倒的に下回ってるので、そういったところで少し長期で持っとくいいんじゃないですか。 6% だったら、はい、また安くなったら買えばいいだろうし。ただね、減配リスクっていうのはもちろんね、全体的にありはするからね、秋川さんね。
特にその配当成功が高い銘柄、100% を超えてるような銘柄に関しては、資源パイのリスクは依然として残ると。過去それでね、日産は大きく暴落してるからね。はい。まあ、とりあえず 6% はあるんでね。それか、ポートフォリオ見て、ただ買いますとするならば、しっかりとその、資産配分を見ましょうね。日産が全体のウェイトに何パ、のうち何パーセントを占めるのかどうか。で、明らかに多いなっていうふうに思うならば、他の銘柄買ったりとか、そういった形で分散しててもらった方がいいと思います。減配リスクってね、やっぱどっかに、ま、出てくるから、いろんな企業がね。その時に、やっぱしその、リスクをできるだけ減らすためにも、いろんな高配当銘柄の長期の資産の中には入れておくっていう形の方が望ましいので、長期はね。そんな感じですね。はい。配当金は止まることもありますって、あるね。配当金は止まることもあるし、ワンチャンやっぱしいい会社でも上場廃止であったりとかものすごいことになったりするじゃないですか。世界的に日本のさトップメーカーだったさ東芝であったりシャープであったりとかさ、まあそこはまたあれなんかもしれないけど、もう見る影も形もないでしょ。やっぱしそういったリスクっていうのはね、どの企業にも内包してますからね。そういうところでやっぱ長期っていうところだったら分散っていう感じでいろんなものをバランスよく持った方がいいのかなっていうふうに個人的には思うかな。グリーンを 11,857円でミニ株40株買いましたが翌日暴落、分析お願いします。買い増さないといけないですよね。それだったら40株でしょ。40株っていくら、50万ぐらいか。はい。今、9681円じゃないですか。20% 下回ってるわけじゃないですか。どっかで買い増しておかないと、戻ってくるまでに、やっぱし結構時間かかると思うんですよ。買い値から 20% 下回ってるんでしょ？で、破株っていうかその単元未満の40株で買ってるってところで、やっぱ、おそらく、視力っていうところがまだね、あれだと思うんですけど、投資金額が少ないっていうところがちょっと、見取れるんですけど、ここもね、やっぱしね、重たいんだよね。いや、高値から半年後は、前から言ってる通り、4月なので10月2日なんですよ。10月2日。で、バンドーク日柄調整、ここも日柄調整っぽい動きしてて、ただ最近我重たいんだよね。明日の動き次第だよね。明日っていうか、半導体株全体的なんですけど、アメリカのソックス指数が爆上げしてた時も、日本の半導体株はかなり我重たかったじゃないですか。東京エレクトロンも戻り売り決算後上がってから下がってきたし、その他の半導体株も全体的に下落してたでしょ。やっぱし投げ売り多いんですよね。ドタ金掴んだ人がね。だから今言った通り1200円であったりとか、もっと高いところで200日超えてる1500円ぐらいで信用で買って、やっぱしその含み損で捕まっちゃってる人、売りたくて売りたくて仕方ないんですよ。ただ高値から2分の1なんですよね。いい銘柄だよ、スプリーンは。いい銘柄だよ、あんだけ上がったのも。一応このライン抜けてるんですよ。いやでもどっかで難品しないといけないんじゃないんですか。買ってそのまんま戻ってくるのを期待してみたいなワンチャンあったらいいなってところに頼るんじゃなくて、難品のやり方に関しては今回メンバーさんに公開してるからね、動画をね。そこ見ておいてほしいんだけどさ。そうだね、相当下がったからな。でもな、フィボナッチ、ちなみにここからここのレッドゾーン、ここね、スクリーン1万切ってる、うずうずってね。久しぶりの1万割れだもんね、スクリーンもね。相当安くなったよね。投げ売りだよ、もうこんだけ下がってるのって。ここあたりの銘柄が高値から半分、要はその半分でしょ。2万円オーバーだったもん、2万円だったものが今9681円で半値じゃないですか。安いですよね。いや9000円ぐらいで買ってるんだったら、この前も話したんだけど、とりあえずしばらく戻ってくることを見とけばっていうふうには言うてるんですよ。この前確か分析でしてたと思うんですけど、さすがに半値戻し、要はその2万円からの半値落ちなんで、ちょっと上がってくることを期待して見ておきたいよねっていうところではあるよね。少し時間かかるかもしんないけど、やっぱね、需給がね、最大のネックで、何倍だったっけ ?7735 でしょ。次のデータで信用買いがどれだけ減ってるか次第なんですよね。PR が 12.5、PBR が 2.45 倍、配当利回り 2.4% あります、一応。で、信用倍率が18倍で、貸借191倍で、回転効いてないんですよ。だから戻り売りで、ちょっと上がったらすぐに売りみたいな感じでさ、入ってきてるわけじゃないですか。ここも、10月以降に戻ってくるかどうかってところを見ながらやっていくっていう感じにはなるとは思う。そんな感じかな。ここあたりで買ってる人はしばらく見とけばいいの。戻ってこないかなってところで。さすがに安いからね、高値から半値あったら。はい。ただ1万2000円で買ってるならば、買い増ししないと戻らないぐらいの気持ちで、望まないと、で、戻って、
もし買い増しすることができませんっていうことならば、1万3000円ぐらいまで戻ったら、まあ、一旦元、元本まで戻ったら、半分売っとくなり、一旦仕切り直すなり、そういった形でした方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。そんな感じです。はい。もうだって、エントリータイミングしくったでしょ？買ってから半年以下になっちゃったんでしょ？それやったら、買ってから 20%、20% 下がっちゃったでしょ？うん。やったら、戻ってきた段階で、一旦エグジットやね。仕切り直して、買うタイミングが間違えたなってところで、やるしかないのかなというふうに思います。はい。スクリーンローゼなんかかっこいい銘柄だったかなって。そうだね。スクリーンはね、よう、昔からやっぱしやってたりするんですよ。スクリーンであったり、東京エレク、レーザーテック、大福とかもやってたかな？大福とかもやってるし、ディスコもやってるし、証券マン時代からね。半導体株は、まあ、大体全般やってはいるよね。信越、TDK、ね、そこあたりのところは。大体動きの基調っていうか、傾向っていうのは、頭の中には入ってるので、はい。何？半導体株の PR 高すぎるのは判断難しいよ。ですって。まあ、成長っていうか、グロース株ですからね。そんなもんですよね。はっきり言っちゃってね。バリュー株とはまた別の考え方でやらないといけないので。はい。バベットさん真似て、商社株下がったので、やっと買ってます。買い時だと思ってます。って上がってほしいですね。全体的にね。今、日経平均先物600円超えて上げてきてるので、670円高っすよ。僕も信用でも買ってるし、現物でも買ってるので、後輩と銘柄ですね。上がってきてほしいですよね。でもさ、でもさ、先物のさ、上昇にさ、何度騙されてきたか。最近、先物強え、翌日見たら弱え、みたいな。そういった形じゃないですか。だからね、何度目の正直だ。もうこれは。さすがに、もう上がってきてほしいよね、って感じはしますよね。はい。半導体株何回も失敗しました。難しいですね。って、半導体株は売ってから、売り上がっていかないといけないですからね。上げ下げ激しいので、はい。スーパーサイクルがあるので、半導体株の。定期的に下がります。半導体株上がったら下げて、こういった形で。電装を2489円で100貨持ってます。買い増し検討していますか。どのあたりで入ればよいでしょうかって。この前の暴落の時ですね。本当やったらね、バンドオークなんだよね。バンド電装か。まず2400何本で入ってるんですか、これ。そこからちょっとやろう。2489円ってことはここなんですよ。みんなこの段階でこの銘柄買うかどうか、チャットにください、コメントで。買わないなら、買うんだったらなんで、買わないんだったらなんでっていうを、よかったら皆さん入れてください。2489円ってことはここです。おそらく。この段階で、この銘柄を買うかどうかですよね。まずは。100株買ったんでしょ？で、そっから下がったわけじゃないですか。まあ、決算でもう一発した方にゾーンって下げてから、今回の暴落でやられてるんだけど、そこからまず訂正していきましょう。そこから。はい。デンソ長期保有してますって。デッドクラスだから買わない、そうだね。そこが見えてなかったってところだよ、まずは。なので、僕が今表示してるラインは必ず、皆さんもチャートには出しておくべきなんですよね。何のライン出してるかっていうと、この水色のラインが5日移動平均線、黄色が25日、ピンクが200日ね。この青が50日ラインで100日が黄色。で、この水色が75日移動平均線ライン。ここの段階で買う直前に見なくちゃいけないのが移動平均線の位置関係。5日と200日とデッドクロス入った後に、50日と200日とデッドクロス形成も入りそうなんですよ。こういった形で断続的なデッドクロス形成が200日と、あるいはなされてくるっていう時って、結構ね、悪いこと起こりやすいんですよね。で、そのタイミングで買っちゃってるの。200日と長期のラインの断続的なデッドクロス形成後は、悪いことが起こりやすいんですね。逆もしかり、ゴールデンクロス形成後は、いいことが起こりやすいです。で、その、要はその初動の段階で2480円で買っちゃったから、その後難聴な動きになって最終下の方にズドンって落ちてしまった。それがやっぱしテクニカル的な考え方です。そこがまずグリップできてないっていうところを、今回のライブで持ち帰ってほしいんだけども、でここからどうなのか、まあ、2割下がってるのでさすがに打診で、ここが入れないといけ、まあ、買い回せないといけないですね。で 20% でしょ、200日から。でここで 26% で今 16% なんですよ。200日移動平均金星を中央値として地震の振幅の考え方で、はい、中学校とかに習ったと思うんですけど、初期微動とか習ったじゃないですか。あれはその中央線を挟んでから、要はその上下の感覚が等価にこう波を打つような形で最終こう緩やかにしぼんでいくような波形を形成するわけじゃないですか。それと一緒ですよね。はい、直近 20% 以上200日から乖離して上がったならば、その後 20% 乖離しやすいんですよ。乖離した段階で一旦その上がってきたりとかしやすいんですよ。なのでそのタイミングをやっぱし見てエントリーしてるかどうかってところだとは思う。まずはね。で買いますならば、
全体のことなんだよ。僕は今回の急落に多少なりともお金入れてます。打診買いからスタートして、でその後信用でもちょっと買ったりとかしてるんですけど、それライブでも言ってるんですけど、高配当銘柄中心に今回のあの暴落は安く買えるチャンスなんで、一応買い向かってるんですよ。買い向かってるんですよ。まあ、世間一般で言うとまあまあな金額だとは思うんですけど、一応打診でね入ってはいるんですよ。いろいろとパラ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 、はい、また下がったらねもっと買うよ。そんな感じで言います。個人的には投げ売りは養分なんで、安く買えるチャンスなんで、投げ売ってるところを買いに行くのがやっぱし王道なんで、バーゲンセールもそうですよね。要はその大量の在庫を抱えてしまって、それをみんなほら例えば転売屋とかがさ投げ売るじゃん。市場価格と同じぐらいかそれでも売れなかったりするわけでしょ。でさらに値段落として売って、在庫さばいて、そしたらそのお得じゃないですか、こういったとこで買うときっていうのは。で優先的にやっぱし高配当銘柄を来月に向かってポジショニングしてる。でその中でも短期値上がり益のものも信用で買ってるっていう状況ではあります。個人的にはね、今のこの下落急落に関しては買い向かってはいるよ。もっと下がったらもっと買うよ。なので例えばこんだけ高値から下がってるんやったら、とりあえず入れてみるみたいな感じで、たりするんですけど、ただ今回のケースに関してはリカバリーじゃないですか。高値掴みのところをなんとかしたいっていうところで、やっぱし、買いますなら200株買いましてほしいんですね。100株買ってるんだよね、確かね。やったら200株。倍買ってった方がやっぱし効率上がるんで、で、配当利回りも 3% で少ないんですよね。時期は 18.89 倍ね。もし僕が、要は高値掴みしてしまいました。高値から 20% ぐらいを買ったところは 20% を下がりましたっていう状況なら、挽回するためには倍買います。倍買います。2倍ですね。はい。買うなら倍買いましょうか。もしもうどうしよう、挽回したいんだったらどうしようね。はい。もう買ってますぜって、ありがとう。ありがとう。どうっていうかね、買いましたいけどね、もっと安くなってくるようなら。新規のキャッシュもね、入れられる分まだあるので、全然ですね。はい。確かにこういう状況は入金力も試されるよって。そうだね。新規で入れたんでね。上限あってから入れたい金額入れられてないんだけど。1日の次元の額。それからめんどくさくて入れてないっすよ。いつでも入れられるかと。ニューヨークダウが68ドル高で、ナスダックも小幅高、0.3% 上昇。まあ、CPI があるからね。CPI みんな14日9時集合ね。ライブ配信は9時集合。それでスケジュール管理よろしくお願いします。で、S&P500 は 0.27% 上昇。VIX 指数は、20.51 ですね。下落基調ってところ。VIX とマックDデッドクロス形成したら、その後上がりやすいですね。日経平均はね。一旦反転しやすいので、それが入ってくれたら嬉しいなと思って、今持ってるやつを見てますけれども。為替ダウンなるのか怖いって、そうだね。14日の CPI で、また最終、動くっていう形だから、そこしたいっすよね。14日の CPI。超重要イベントだからね。円高行ったら困るんだから、私、いいもの出すぎてもらったら困るんですよ。次の CPI で。はい。竜兵さん、ビックス、デッドクロス、もうちょいですね。って、もうちょい。もうお盆なんだけども、欲しいですよね。あげてほしいよね、日本株ね。さすがに、いいでしょう、投げ売りは。狼狽売りなんだから、パニック売りでしょ？初心者さんがわけもわからず、やっぱし恐怖感から売ってしまって投げて、それが連鎖して、爆発的な急落を起こしたっていうのが、今回の構造だと思うんですよ。根本的なね。これならば、やっぱし立ち向かいたいところあるよね、やっぱし。投げ売りならば、主因が。こんだけの、もう、てか、こんだけの値幅伴って下がってる時点で、それが主因なんですけど、信用の投げ売り、パニック売り、初心者さんの売り、で、新ニーサ税も売り、みたいな感じでね、そういったニュース流れてるし。で、GB バイリス上昇中なので、アメリカ株はグロース株ですね。MACD をゴールデンクロス形成しそうなんで、目先バリュー株よりもグロース株にちょっと動きそうかな、アメリカの方は。で、情報通信業であったり、エネルギー、金融、素材セクターが上がっていて、下がってるのが不動産、公共株、生活必需品にヘルスケアセクターが下落。まあ、ここあたりヘルスケアはあんま下がってないか。で、個別銘柄で言うならば、一番上がって下がってる、まあ、それは主力見ようか。Amazon、0.26% 小幅高。メタ、小幅安。まあ、でも強いからね、ここあたりはね。資金力ないから CPI 通過するまでデイトレって、それも一つの手ですよね。デイトレでガチャ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 やるのも。はい。フォロンさん、翔さんもしこのまま上がってしまったら買い増ししませんかって。ものによるんじゃないんですか。一応、買ってはいるので、いっちゃ安いところでですね。まあ、とりあえずデイトレしてみて、狙ってるやつを持ち越せるようだったら持ち越して、勝負みたいな感じでやりますけど。いや、もう CPI が、
あさってでしょ、あさってだから、そこでまた土天返しあるかもしんないじゃないですか、今上がってても株が。だからね、お盆明けってところ、まあだから一応買ってる分にでやろうかなっていうふうに思ってますけど、またまあちょっとガチャかなーっていう、そういった感じでやってます。はい。そういった形で考えてやってますけども。アップル 0.49% 上昇、アルファベットも上昇、マイクロソフトも上昇、まあバンド終了後の動きでボリバーの中央線25日ラインまでここあたり戻しそうだよね、一旦。このね、急落が収まってくれたらね、いいんだけどね、NVIDIA 3% 上がってるね。NVIDIA もね、月末だからね、28日だからね、決算ね。日本市場ってお盆休みありますか？ないね。ないっすよ。お盆、オープンしてるんで、マーケットは。はい。お盆休みないです。空いてます。ミートボールさん取り返したるでやって、それがね、重要っすよね。今回の急落をかなりね、次に繋がれることができるかどうかがやっぱし、ポイントなんで。で、この急落で、何も得るものがないっていうところがやっぱし問題だからね。そうならないようにしましょう。で、負けたとしても、今回の急落が次に生きるような形になるならば、それはそれでやっぱし、なんていうか、貴重な経験、自分の資産っていうか、ね、知的財産になるし。シャープ45に本当に救われましたってね、2018年相場をね、知ってるかどうかだよね、安田さん、ね、いつもありがとう、シャープ45って言ってくれて。そうだよ、シャープ45の動画を見てるかどうかだよ、本当に。メンバーさん必ず見てたね、直近のその112の動画でもそうですけど、はい。米国順調ですねって、そうですね、ビックスとマックディがね、デッドクロス形成しそうやね、今。してくれたら日本株も目先上がりやすくなるね。ビックスね、マックディね、デッドクロス形成するかどうかね、終わりのベースなんだけど、これがデッドクロス組んでくるならば、今までの期待して言うと、日経平均であったり米国株って一旦上がりやすくなるんですよ、目先。なのでこのサインが入ってきて上がってきてくれることを期待はしている。はい、上がってほしいですね。世界恐慌時のチャートには似てるから怖いって、でも世界恐慌でも全くないと思うんですけどね、今。日本はちょっとビックスとマックDのデッドクロス形成が入ると、要はその日経平均であったり米国株が上がりやすくなったりするんですよ。なのでそれをちょっと待ってるような感じです、みんな。はい。ただ今ニューヨークダウはまた下落に転じていて、ニューヨークダウは今$124ですね。$124で、ビックス指数は 20.86 なんですよ。これね、まだ入ってないんですよね。終わり値ベースで、ビックスのマック D がデッドクロスを形成した後に上がりやすいので、皆さん、そこだけは押さえとってね。はい。そこだけは押さえとってね。フライングあるからね。これ、騙しあるんですよ。デッドクロス組むかなと思ったら、またゴールデンクロス形成みたいな感じで、デッドクロス形成先延ばしみたいな感じで、もう一発下の方に突っ込んでくる可能性が。で、やっぱ最終ね、14日のアメリカの消費者物価指数ね。CPI。もうそこまでは、まだ何ともいないんで、今、円安の方向に行ってはいるんだけど、ドル円が今147円台ね。90銭台。円安に行ってるので、目先日経平均でか、日本株にとってはポジティブです。で、日経平均先物は今534円だか。あれ、ちょっと下がってきたね。さっき700円超えて上がってたのにね。ニューヨークっていうかアメリカが下がってきてるから、はい。アメリカが下がってきてるから、ちょっと日経平均先物の上げ幅も縮小してるような感じか。あれだね。CPI で騙しになるのかなって、上がってほしいけどね。一応買ってるんで僕も。買ってるので、上がってほしいですけどね。ムガさん、MacD 騙し注意ですね。そう、MacD の騙しだけがやっぱし注意。それで、もう一発やられるから。はい、もう一発やられるから。まだまだ円キャリードトレードな気はするって。でもね、円の投機的ネットポジションを見ると、売りのポジションはね、もうほぼないんですよ。すっからかん状態。相当減ってるよ。おとといみんなに公開した夕方の配信の中にそのデータはあるんですけど、そこを見る限りでは、投機的な、要はその機関投資家の円の売りのポジションはほぼ解消されてるんですよ。で、ここから円売りから円買いのポジションに転じた場合、円高トレンドがね、ちょっと発生してくる可能性があるので、そこなんですよね。だから何ともまだ言えないですよね。トムズ13さん、CPI でビックス組んでも円高触れてなかったとなったらどうなるんかなって。いや、円高行ったら株安だとは思うんですよ。直近のもう日経平均の動きだけで言うならば、はい。言うならば、だってもうドル円との連動でしょ？日経平均は。ね。学者アート見ても、円安株高、円高株安じゃない
ないですか。このトレンドが見えてるわけじゃないですか。円高、この基調が見えてる段階においては、円高は悪だと思うんですよね。日本株にとっては。特にその輸出関連銘柄っていうか、円安関連銘柄の下落に、拍車がかかってしまう可能性があるので、はい、そこだよね。円高株安ね。そうですね。円高株安トレンドなので、最近がね。うん。早くトヨタ売りたいって、戻り売りしたいっていう人は多いでしょうね。特にその、暴落前の高値で掴んじゃった人に関しては、はい、きついよね。2割3割一気にストーンってね、1週間ぐらい落ちてるもんね、全体的にね。他のところも見たいと思うんだけども、とりあえず、まあ、円高に今度の CPI に行ったらまずいので、すっごい重要だから、次の14日の指標の発表はですね、皆さん9時にライブ集合でお願いします。9時からライブ配信するので、CPI 発表ライブで。で、そこで、プラスで、同説人数最高記録行きたいなーってのはある。前ね、いくらやったっけな ?1 万3000人やったっけ、同説人数の最高が1万3500とか、それぐらいの人が、うちのチャンネルに集まってから一緒にね、CPI 見届けたんですよね、結果をね。はい。なので、次の CPI の発表ライブも皆さんでよかったら集まってもらえると嬉しいです。もうかなり重要だからね。僕もすごい重要、注目してんだけど、もうラストここだよ。ここと、あとは、NVIDIA の決算。その後の動き、しないっすよね。14日ね、そう。うん。そう。はい。M さん、こんばんは。あ、皆さん、こんばんは。目指せ1万5000人って。そうだね。1万5000人目指したいね。同説人数ね。この前ね、同説ランキングで何番やったっけな、トップ10内に入ってるんですよ。え、トップ5に入ったんだっけ？YouTube 内では確か入ってたと思うんですよね。その時点の。豆タネッチさん、いつから円安を待ち焦がれるようになっただろうって、旅行行くときは円高楽しみになってきた。そうっすね。僕もオーストラリア行きたくて仕方がない病なんで、今。今月一回行くかってちょっと考えてます。アメリカの金利は2年債、5年債、10年債、20年債利回りは若干低下ね。金利は下がってる感じ。で、日米金利差は3.083% で、これがまた次の CPI で 3% 割ってくるとダメだと思うんですよ。極端な話。いずれはまた下回るとは思うんだけど、3% ですね。はい。アメリカが利下げっていう方向に行くならば、日米金利差は縮小の方向に行きますよ。なんだけども、目先はちょっとこの 3% っていうラインは下回ってほしくない。アメリカのこれ10年債利回り引くことの2年債、あの10年、アメリカの10年債利回り引くことの日本の10年債利回りのチャートで、日経平均を重ねてもらうと、これね、毎回言ってるんですけど、やっぱし 3% 割ったタイミングでドボンなんですよ。これ、紫、なんで紫だね、黄色じゃなくて。紫が、要は日経平均のチャートですね。で、日足が日米金利差です。この 3% っていうラインを下回った段階で日経平均暴落スタートしてるんですよ。ドカーンって。ということは、やっぱその、CPI の発表、まあ、結果次第ではあるけど、それで、3% また下回ってくるならば、円高加速して、円高株安日経平均株がまた下がってくるっていう、やっぱ道筋が見えるわけだから、それだけはね、ぜひとも乖離してほしいなっていうところかな。うん。金利差が 3% もあるのに、円買いするから、金利は 3% 割っても、投機ポジションがそこまでないので、問題ないようにも思うのですが、どうでしょうかって。どうだろうね。まあ、円のね、投機的なネットポジションの円売りポジションがもうほぼ解消してるから、新規に極端な円買いっていうのは、起きにくくなってはいるのかなっていう感じはするけどね。もう一気に巻き戻しが入ったから、機関投資が一気に円買い動いたから、ね、今回、バーンって。一気に動いたからね、円買いに。夕方の配信見てくださいね、皆さん。おととい公開したやつ、そこで話してるからね、データ見してるからね、皆さんに。機関投資家は強烈に円買いに向かってます。てか、円買いっていうか、円の売りを、もうやめ、切り上げてます。はい。強烈にやっぱし減ってるので、この2週間ぐらいの動きで。なので、ここの、ショートカバーっていうか、売りから買いっていう動きが極端に入ることは少なくなってるのかなというふうに思うんだけど、ここからね、やっぱしその売りから買いのポジションに転じるかどうかだからね。転じたならば、ちょっと目先円高トレンドが、発生するかもしれない。前、これ、ずいぶん前のライブとかでも話してるんですけど、あのねじれが発生した段階で、円高に向かう可能性があるので、あそこのデータは必ず見とかないといけないですよね。実質賃金上げないとインフレにならないと思いますって、まあね、どうなんだろうね。実質賃金上がん。あ、でも今回プラスだったんじゃなかったっけ？流し読みしちゃったけど。機関投資家がお盆休みはなしってありなんじゃないんですか？あ、でも、アルゴが動いてる。
からね、一応ね、AI とかね。米国株がね、でもね、ニューヨークダウが下がってるんですよね。206ドル下がってるんですよ、今。やだね。やだ、ニューヨークダウが下がってるから、ちょっと待って、日経平均をちゃんと消そう。ドル円も消そう。はい。先物なんぼ ?500 円だった。一応上がってはいるけど、ん?タナさん、結局日経3万割るとか、5万いくとか、どっちやねんって。知らへん。そんなの予想してない。予想ラインはあるけどね。その時の状況によって判断する。5万円いくとかって、今の状況からよう言わへんし。もう、PR17.5 倍まで上がっても5万円なんて、また、今の今年なんでまだ無理だもんね。5万円もし行くとするなら条件揃って来年とか、再来年とかそういった形になるんじゃないかなと思いますけど、年末は、またバーゲンセールが起こるので、ものによってはですね。はい。年末はまた投げ売りされる銘柄が出てくると思うんですよ。これ前から言ってる、前も最近ちょくちょくっていうか結構言ってるんですけど、2018年相場もそうだからね。いや、日経平均が下がるかどうかわからへんよ。年末に大統領選とかもあるから。なんだけども、投げ売られる銘柄は確実に出てくると思うんですよ。年末ね、年末の損益通算最終日に向かって。それを拾いに行くのが、損益通算後の動きですよ。皆さん。そこだけは覚えておいてください。今年もそれで、めちゃ儲かったけども、年末年始拾って、買ってたんでね。僕とか、去年の年末、今年の年始あたり、がっつり買ったんで、2018年相場と、そっくりなんですよ。今年の相場は。もうここでね、需給悪くてから決算後に全部いい銘柄も投げ売られて、ドーンって2万4000から2万円まで下がりますと。もうここのね、状況を意識してたから、今の、動きにも、まあ、なんとか対応できてるんだけど、ね、安いところでも一応買ってはいるんだけど、で、2018年で年末年始大暴落してるから。日経平均。12月と25日、年末年始、損益通算最終日に、はい、向かって大暴落してるので、ここで買うんすよ。投げ売り出るから、おそらく。日経7月高値だから。半年後は、ね、1月でしょ。年末に向かって、最終の7月ぐらいのド高値で買った人の信用の投げ売り祭りが、年末にまた来ると思うんですよ。もう、全部が全部とは言わへんよ。去年もそうだったから。去年もね、日経平均ね、下がるかなと思って用意してたんですよ、年末。下がんなかったんですよ。上がった銘柄もあって、暴落した銘柄もあったっていう、そういう二極化したんですよね。はい。カムクラチャンネルさん、テスさんを暴落で売って、配当株にチェンジしたみたいですって。あ、そうなんですね。知らない、それに関しては。でも、もしそれならば、まあ、僕が皆さんにしたアドバイスとかも、まあ、間違ってなかったっていうことになるのかな。わかんないけど、結局の。でも、普通に考えて9月配当月なんだから、今、高配当銘柄めちゃめちゃあるんだから、そっちにシフトするよ。はい。高配当銘柄の方がいいよ。言うてますけど、みんなに。9月か、小旬に合わせてやっていこうっていう形で話してますけど、皆さんには。こんだけ、暴落して、こんだけ高配当銘柄がゴロゴロある中でやっぱそこを狙うよね。ちょっと自信ついたわ。あの人も買ってるよ。あの方も買ってらっしゃるんだったらね。はい、今日の動画を見たらいいのにって、どういうこと今日の動画って。何ハート生産、それですよね。相当売られるかもしれませんし、って。年末ってこと年末はね、バーゲンセールはものによってあると思いますよ。全部かどうかっていうのはわかんないんだけど、投げられてくる銘柄確実に出てくると思うんですよ。こんだけ下がってるんだったら、今の段階でね。V 字回復ってのは、まあ、なかなかやっぱし、今の現段階では想定しにくいところがあるわけじゃないですか。年末は分からへんけど、大統領選で。あっとしいけどね、最終ね。ただ、やっぱし安く買えるチャンスが、来ると思って準備は僕はしてます。また年末年始買うで。投げられてる銘柄、去年みたいに。2000、だってさ、ほら、ここもそうじゃん。投げ売り祭り、年末年始大暴落、ズドーン。ここで売った人、大損ですわ。その後 V 字回復で元に戻ってるんで。年始からね。どん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 上げそばに戻ってる。もう仕方なしで売ったんすよ。売ったそばから上がっていく典型で。投げ売られた後に。はい。っていう感じですね。この時めっちゃ儲かったからね。2018年も経験してるんで、東京エレック買いに来たんで、この時東京エレック買ってたんで、NTT インペックス以外でずっと持っておいていい銘柄が見つからないって、それはちょっと視野が狭いような感じがしますね。見つからないってか、何を基準でやってるのかって、なんかそれはちょっとまた違う部類っすよね。インペックスとか NTT って言ってるですね、相当やっぱしある、もう共通項が丸見えだもん。ちょっとそれは違うような感じがしますけどね。見る基準っていうところが。トランジさん、資金作らないとって、そうだね。
資金作らないとあかんですね。年末に向かって。てか僕はキャッシュポジションは必ず持っているので、どんな状態でもキャッシュはあるんですけどね。だから、年末に向かって売る銘柄で、一旦、もし上がったとするならば、一旦売る銘柄であったりとか分けてますけど。はい。NTT は動きが重そうな気があって、NTT は、森田さんあれですよ。9月に向かって上がっていくかどうかですよね。配当月に向かって。目先は、まあ、重たい。でも、奮闘してる方ではあるとは思う。今回の暴落にそこまで負けてないので、いや、もちろんその150円割ってたりもするんだけど、他の銘柄がものすごい下がってる中で、やっぱもう事前に下がってたから、ある程度の底堅さはあるよねってのはあるとは思う。うん。ある程度の底堅さはあったよねってのは今回は感じてはいます。NTT に関しては。そんな下がってないからね、言うて。うん。一応今朝いまいちだったけども、自社株買いが2000億円だったっけ、パーセンテージで言うと、1% 強かな？一応出てるわけじゃないですか。うん、まあ弱い、目先あれだけどね、下がったけどね。だから今回の決算プレイは本当に鬼門なんですよ。2018年、そっくりだもん、動き方が。てかもう同じだもん。ならば、やっぱりそこあたりを見ていかないといけない。動きの経路。だから、例えば、わからへんよ。大体で言いますわ。ジグザグで書いとこっか。上がって、9月10末、まあ、どこまで上がるかわからへん。16倍ぐらいしとこっか？リアル。ここぐらいまで上がって、下がって、上がって、最終下がってみたいな。年末、12月の28、まあ、ここぐらいまで、なんかこんな動き方すんじゃねえの？わからんけど。一応配当、落ちのあたりかな？ 9 月末を、一応日ってしてるけど、去年と同じ感じだよね。要は動き方で言うならば。で、これがどうなるかだよね。このあたりが。いや、わからへんよ。こうなってほしいなっていうのは、希望的観測です。はっきり言って。まあ、15倍まで戻してるから、とりあえず16倍までいっとくか、みたいな感じで言うてるけど。ただ年末大統領選あるからね。そこで米国株強いみたいな感じになるんだったら、ワンチャン上もあるだろうし。そんな形になってくれたらいいよね。お、出た年末、予想ではない。大体こういったジグザグするんじゃねえのっていう予想です。はい、ここまで上がるっていう予想ではないので、皆さん、再取ってください。あくまでもジグザグね。こういったジグザグ傾向するんじゃねえのみたいな感じで適当に聞いてる。だから去年もやったじゃないですか。ここのジグザグ。これ事前に出してるんですよ、みんなに。こういったジグザグしてくるんじゃねえのって思ったら、最後のここだけ、強かったんだよね。本当はこれね、ここもこういった形でジグザグ書いてたんですよ。そしたら年末こういった形でフラットだったんですよ。昨年は年末年始。で、急騰、上がって強い銘柄と、急落してる銘柄の二極化になったんですよ。昨年は。投げ売られる銘柄投げられて、で、年始から、で、そこをボトムに、今年上がった銘柄であったりとか、どんどん上がっていく一方の銘柄であったりとか、二極化相場だったんですよね。だから去年も同じような感じでジグザグこんな感じですんじゃねえのみたいな感じでみんなに話してて、みんなに話してて、で、まあ、とりあえず今回もこういった形で、まあ、イメージとしては、なってほしいなってところで、まあ、9月末、10月頭ぐらいに一旦頭取って配当落ち後に一旦下がって、ね、で、また上がって、12月の半ばぐらいから下の方にこうスターンって下がってくんじゃねえのみたいな。いろんな銘柄が、日経平均がどうなるかわかんないけど。まあ、だからこういったジグザグ意識しながら、一つ、やってみるのは、いつも通りの去年と同じだし、2018年と同じような形なのかなと思って、想定しながらやってはいるけど。2018年もそんな感じやね。こんな感じね。2018年も、だからここで、9月、10月頭、だから配当取りぐらいまで上がって、その後下がって、10月末、で、11月、12月ぐらいに一旦上がって、その後下がって、そこから V 字回復ね。こんな感じ。うん、そんな感じでしょ。そんな感じの動きするんじゃねえのみたいな。で、もし、あれだよ、去年の、2018年は、10月に高値奪回してるんですよね。こういった形で戻ってくるようならば、もし仮によ。例えばここから、奇跡的に、9月末、10月頭にかけて日経平均が、例えば、直近の4万2000まで脱回しましたと。で、PR17.5 倍まで上がりました。ってなったならば、あと、その後の作業はちょっと意識していかないといけないよね。あとはね、実はアメリカの GB バーニスとかの関係性ってところを見ないといけないんだけど、それはまたその時起こるようならば解説します。過去起こったパターンがあるんで、それはまあ、でもメンバーライブで話してるから、話せないか。うん、はい。そこはあるんだけど。
とりあえず、そんな感じかな。ジグザグっぽく動く、いつものパターンやったらジグザグっぽくなるんじゃないかなと思うんですけどね。もしこれが、こういった形になるようならば、2番はちょっと来た方がいいかもしれないね、って話になるだろうし。まあ、何も、とにもかくにも PR17.5 倍が、今年の上限なので、またそこにタッチするようならば、ポジションを外していくという構えでいたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。そんな感じですね。というわけで皆さん、今日のライブ配信はこれで終わりたいと思います。最後まで、ありがとうございましたと。で、一応先物上がってるんでね。780円だからさ、上がってほしいね。全体的に。落ち越してるのも上がってほしいし、で、みんなの資産が増えてくれるのも、すごいやっぱし、で、願ってるところなんで、特に含み損を抱えてる人がね、一人でも多くね、プラテンしてほしいですよね。この急落相場ね。で、寄り点だけはマジで勘弁。もう思ったけどさ、本当にもうまだ海外勢とかって来週、まあ、CPM 控えてるし、まだまだやっぱしね、本調子ってわけじゃないから、投げ売りがまた上がった段階でちょこっと、ただし、ローバー売りが出てとか、そんな形になる可能性もあるので、そこはやっぱし見ていきましょう。で、あとは14日ね、CPI が控えてるので、14日はお昼の配信はなしです。夜のライブ配信、収録しますんで、皆さん9時で、14日は9時集合で、よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。お疲れさんです。撤収。